それがきっかけであれしちゃったのかな、もうね。うん、うん、まあそれがもう絡んで、本当に文化人はまあ、うん、まあ当時としては村としては誕生できなかったんだろうね。それができてたらどうなってたんだろうっていうね、うん、あ、できておったらまた変わった、ね、変わった展開があっただろう。実験もあそこに行くか、自分ができたら本当だね、うん、条件がね、うん、あの海洋温泉が、海洋温泉はね、まあ、もうその後、あともうだいぶ後ですよ。まあ、国の名前はこれ入ってるけど、あるんで、うん、牧場があって、その牧場は、まあ、須坂さんのつながりあるけど、昔玉沢牧場があって、そう、終点にあってね、うん、そして九州の比較的お金の持ってる笹なんとかっていう人が、ああ、その、うん、笹伏さんという人も、たまたま牧場の後、うん、こうやっとったらしばらく。2軒ぐらい、うん、間つないで、バブルの時に、あれは大島か。大島にねえな。うんと、その東もことの人なんだよね。山の向こうの。うん、その人が、そうそうそう、うん、バブルでこっちへ来て、うん、そのずっと2、3台買って、そして一つの銀行をあれして、そこから融資を受けておったんだけども、まあ言ってみれば土地転がしで、その売買契約書なんかも偽造というかね、まあそういうことで御用になっちゃったんですよね。そうかしてるうちに、あの、禁止元のその銀行も潰れたり、うん、今のことだからね。だからあそこ海洋で全部買い占めして、一体リゾートを作る予定だった。で、あの辺のね、土地をね、あの、持ってた人と全部交換して、契約してね、俺らも、ね、あの、飛び地で5丁分持ってたんだけどもね、まあ、あの、有利にいい値段で、売れたんだもん。だから地元の人はね、結構いい思いしてる。うん、いい思いしてるもんね、本当の。島秀夫さんなんて流し水出てきてる人もね、20兆分ぐらい持っとったはずだから。うん、まあね、漠然とそういろいろそういうことがあったことは聞いてはいたんだけど、東京の石垣空港に勤めてる頃は非常にそのいい温泉で、うん、やるだけにね、うんうんうん、よかったのはよかったよ、夜景も見えて、うん、俺もそれこそあれ潰れる前にね、ある年の簡単初日の出を、露天風呂で、うん、見たんだけどもね、缶ビールをたげていって、それこそ飲みながら、本当に良かったよ。うん、眺めのいいことは本当に山しか見えない。そうそうそう。そうだったね。海沿いのあの露天風呂はもう本当に邪魔者になってね、海沿いから下界を眺めると一緒で、本当に良、かったですよ。あの休憩室とかね、うんうん、あそこが良かったですよね。ああ、2階のね、うんうん、普通ないなと思うのは、普通はお風呂があって露店があって、お風呂場からこう地下に降りていくような形で、その途中に薬湯があったり、ああた、うんうん、して地下みたいなところにサウナ、サウナさんがいます。そういう作りの、 あの温泉って見たことないから、それがね、すごくね、なんかこう子供たちも洞窟にこう潜っていくような雰囲気が楽しくてあれだったし、露天もね、すごいいい露天だったんだよね。だったら、あれ欲しかった。あの、うん、そうね、ほんと、うんうん、値段は高かったね。うん、と、一回1800円か一回。いやいや、もっと高かった。高かったです。最初高かった。だんだんこう安くなってね。うん、その代わり3000円だけど、全部貸してくれるっていう話で、それがだんだんさ高すぎて入らないから下がってって。でもね、あそこ休憩所で休むのはいいけど、うん、あそこにね、食堂とかあるそうそうそう。ケーキ屋さんとかなんかあったりしました。後になってからね、今、その、タルバシの焼き場屋の焼き子をやってる沢田さんという人がね、食事も出して、うん。確か簡単に、ね、よかったね、うん、
結構味のいいもの出してたからね、うん、それとかあと何人か分のお寿司とかなんかが売店みたいなところちょっと売って1階のね、うん、売ってたんだけど、うん、後からかなりね、うんうん、私はもう値段的にも町中の温泉とそう変わらない、確か500円、100円くらいだったかな、最後、最後あ、最後の温泉は一度ね、一度ね、そうそうそう、安くなってから一番先の3000の時にまず1回行って2000の2000行った、最後に1回行った、1800円っていうのがあってね、俺の弟なんか釧路から来とったんだけども、釧路のあれあそこの宝幕のそばに何か薬湯温泉とかってあるんだよね、こっちから行ったら、うんうん、そこよりもずっとこっちの方がええって言ってね、うん、来たらこう海洋大温泉に入っとったもんだよね、今ね、それが1800円、落馬のもんだからね、もんざくるだ、うん、で、町長にね、なんとかそのままの状態でもう解放してくれって言ってね、そしたら地元で管理組合なり作って、管理、維持管理するからって言ってるんだけどもね、まあ解放してしまったらいろいろな人が出入りするし、なんちゅうかな、保安上も良くないしというふうなことでね、ちょっと時間を貸してくれって、去年の、そうだ、昨日28日、11月の28日、初めて中老連って、長島市老人クラブ連合会、中老連って言ってるんだけども、それがね、町長と話し合いを持つということで、その中に、私が海洋の地元ということで、海洋温泉を、そのままの状態で介護してくれということで、注文つけたんですけども、うん、ちょっと時間を貸してくれということで、宿題にはなっておって、この間海洋で調整懇学会というか、そういう機会があったんで、また出してみたらね、それだけのことで、一回話し合おうということになっておるんで、まあ、結構前進かなと思っておるんですよね。でも仕事はあれだよね、うん、口が出てるっていうか、うんうんうん、ね、手直しは、いや、建物そのものよりもね、一本目、一番最初こっちの手前の方にボーリングしたやつはね、いまだに自噴してるんだから、あ、うん、ね、上の方のやつはね、もう止めてあるんだわ。引用してる間もポンプアップして、うん、ポンプアップしてるからね、うん、2本目のやつはね、で1本目のやつが、まあ1分間にだいたい18リットルから20リットルで、源泉のちょっと離れたところありますよね、うんうん、その建物から、うんね、うん、今の1本目のやつはね、もうボフリンのもうすぐそばで、ちょっとあそこからは露天風呂でも本当に下界を見下ろすなんてことにはならないわね。そこに入りに行った人も、うんうんうん、まあ、一番最初はね、その地図工場の大きなバゲットを持ってて、お湯を溜めて、無料で開放しておった、その頃はもうずいぶん競ったもんですよね。いや、くせ、くちゃむさんがその、ただの頃、うん、その話をしてたんだ。はい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 。いや、まあね、最初の頃はね、うん、上の方の温泉が開業するまでは、本当に自由に、それこそね、うん。いや、海洋台っていう、まあ今、中標津で一番こう、象徴的な観光地になってるんだけど、うんうんうん、まあ今までの昭和35年の、テレビの話からずらっとざっとこう見てみるとね、やっぱり他の観光地とは随分違う、うん、で今や残念ながらそのもうもはやスキーもなく、ソリ大会すら、うん、ああなくなっちゃったんですよね。それもね、維持管理側を主催者側が本当に寄付を集めるのに、うん、こういう時代だからね、なかなか寄付が集まらないということでね、プレー射撃場ももうもちろん知る人も少なく、うんうんうん、
で、まあ、牧場はあることもね、廃寺もなくなっちゃったしね。廃寺の家も交通しかねえし、もう終わっちゃった。うん、まあ、町が募集して誰かにやらせると、うん、いうことだろうけどね。で、まあ、木造の電話ボックスはかろうじて、復活、うん、保存してある。で、あの、もうキャンプ場も、あそこは本当はやっちゃいけないことになってるんですか？いや、いいんですけど、あまりお金取ってないから、無料だから、うん、無料だしね。それから最初の頃は、その町の体育館の、今、それこそ、あれ、潰してしまったけどもね、そこでシャワー、誰でも入れたもんだから、海外に泊まってテント張って、この連中がね、下がってきて、そのシャワーを利用しておったというようなこともあって、うん、あの、体育館っていうかね、あの、プール、プール、昔のプール。昔のプールね、うん、今潰っちゃったけどね、うん、体育館と一緒にそれができなくなったから今度はね、ラオスの熊の湯か、うん、なんかそこにはのキャンプ場もあるし、うん、温泉の近くには向かい道路の向かい側にね、私が温泉もよく使ってたんだよね、1500円くらいでそれを買い物してくれてて、今離れてうん、やっぱりそういうあれがないからね、活用の方法がしっかり確立されてないことは確かに、象徴的な違いがあるためには、ね、うん、とにかく乱開発を防ぐために町が取得しておくという町の考え方でね、町のものにはなってるけども、うん、将来展望欄というものは今のところ全然考えてないと思う、うん、いやね、金がかかることは今の町長ももう一切全部さやろうとしないんだから、まあ夕日とかあの地平線とか、まあ確かに海洋台ならではの、うん、まあ、そう良さはありますね、はいはい、何もないところだけども素晴らしいところっていうかね、うんうん、で町民はね自分もいたらもうね、そうそうそう、もう見飽きちゃうって言うけども、うん、観光客はね何時間いても1日いても2日いても夜は夜、そうそう、夜は星が綺麗だしね、うん、うちの、 あの東京にいる向こうが初めて私が来た時に、まあ、いろんな道東のいろんな観光地案内してあげたんだけど、どこが良かったって言ったら海洋台、でかま、もうね、マシンコも知ってた試合だったけども、うんうん、全部見たけども、うん、一番心に残ってるのは海洋台からの景色、360度も、うん、はっきり分かって、うん、で、あの暴風林の壮大さと、そういうのがね、もう印象的でね、また行きたいって、だから、住んでるものには分からないですね。そう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 、本当にあの東西元暮らしで意外とそばに住んでる人は分からないけどもね、ああ被害者が、ああいう場所は、うん、あの多和田平とか900そうめんとかもあるけれども、うん、でもやっぱし昔別な壮大な、うん、ああそれはもう規模が違うもの、うん、多和田平の展望と、うん、規模が全然違う、うん、カリカチ昔はカリカチの眺めも良かったっちゅうけども、あの向こうに日高山脈があるからね、あんまり壮大ではなかった海外のあれはね、地平線水平線が一緒になってるんだから、私は何回かあそこでね、夜明かしをああそうですか、昔にランクルで天井の開く車に乗ってるみたいに、ああなるほど、あそこ、うん、まあで書いたものがいくつかあるんだけど、あのね、地球の操縦席、地球宇宙船地球号の操縦席だったんで、それはあの流氷、流氷じゃなくて流れ星、うんうんうん、何回か流れ星があるんですよ、ありますよね、もうね、うん、こんだけ月くらいの大きなね、うん、あの何かがパーッと光ったの、うん、そしたらね、うん、瞬間移動するのこう、それは UFO なの、 UFO なのか、何だか今だに、それはなんかすごいね、流れ星じゃないと思うけど、こんな月の大きさにピカーって光ったら、それは何か、ね、隕石だね、夜8時頃ね、してね、あれもう消えたよなと思ったら、こっちでピカーって光るの、もう この大きさじゃないけど小さいけどね、何箇所かでこう光るの、
行機はこれです。飛行機のパカッと違う。8時頃だから飛行機はとか。あ、そうか。これ何だったろうって、UFO かもなっていうクエスチョンで、未だにね。うん、UFO っていうのは そしてね、あと月、月ね、あの月って下から登ってくるかなと思うね、草原の下から、そういうに見えるんだよと思う。私はポンと月っていうのはこの上にあるって思わないんだろ同じ太陽とこう下からね、海洋台にいてたよ、下からね、そう登ってくるの、日の出と同じだもん。そしたら真っ赤っかも、日の出は綺麗、登ってくるに従って白黄色くなるの。いや、それが不思議だよ、不思議だよ、私ね。松本さん、感動。その、日の出じゃなくて、月の出なの。ああ、月の出は、その、夕方の日だから何、明るい時に、残ってる。半月の、残ってるから。残ると、途中、東の方だから。中心だから。東の方だけども。夕日じゃない。いや、だから夕日が沈んで、反対側に月が昇ってくる。そう。満月は必ず、夕日が沈む後に出てきますから。満月の日の出は日の出で、そうなんだよ。初めて見て、はあってこれ。満月で月はもう中空に浮いたように感じるんだよね。それはさ、どこでも見られる現象。いや、ないよ、ないよ。あの雰囲気の中で見れるのって、一つのすごい。だって空港のあたりからだよ。こう出たの。空港から月がボロッと出た。真っ赤なのさ、それの。いや、あの月の出の話、忘れないうちの話も一つ一つとね、今のは満月の話、月との位置関係、月と太陽の位置関係から言うと地球の正反対の方だから、この近くにある場合だからね、あの日の出の前に月が出るようなのがあるんです。だからね、月のうっすらの明かり、当たりが明るかったら、あの月のことよりももう分かんないんだ。まだ星が出てる頃、その細い月がね、こう出てくる。三日月っていう細い月には見えないんです。ちょうど私が見た時には、国後の島のところにね、光る塔が立ってるように見える。それはね、縦に、そうそう、こういう細い月の こっち側のね、縦の部分が見えてる。で、それがね、ずっとね、どんどん大きくなるわけですよ、こう。で、そのうちだんだんこう月の形だと分かるんだけど、初めはただね、光る塔がね、ニョキニョキ巨大な塔が大きくなってるかのように数間思っちゃうわけですよ、数秒間。で、しばらくしたら、ああ、なんだ、月だと。まあ、三日月じゃない、二日月とか。うん、そうだよね。一日とか。そういうのがね、あの、それ一度しか見たことないけど、あの、その時には確か、流れ星を見に行った、その後、明け方までいようかなと思って、まだ日が出るにはちょっと時間があるし、と思って見たら、なんか光るものが、っていうのがね、あって。で、まあ冷静に考えてみたら月だというのを気がついた数秒間の今国後って言いましたでしょ。国後にも思い出があるわけ。あの海洋台でなくムサだけど、本当の麓から聞いたことある人もいるかもしれないけど、麓から虹が出たの、ね、俺も見た、虹がふわーっと出て、あ、写真機が、ね、持ってるかなと思って、虹が出来かかるのってこういう現象なんだなと思ってたでしょ。そしたらね、伸びてったの、そのね、その虹がずっと伸びててね、時間かけて国後島まで行っちゃったの。国後島にかかっちゃったの。そう、ね、そしてね、その虹がね、移動してくるわけ、こう今度こっちに海洋台の展望台にいるわけ、私ね。そしてこう移動してくるわけ、だんだん鮮明な虹なんだよねってこう来るわけ。うわーってね、移動してるわと思って、だって伸びるだけでもすごい現象なのに、こっちに移動してきてるぞ、すごいもの見てるぞって思いながら、2時間くらいの現象だったのね。あれは、ね、写真機欲しかったなと。展望台の横にさ、あれアンテナ立ってるでしょ、横にね、テレビ局のね、その上あたりでパッと消えたのね。超えたのかもしれないし、そしたら霧みたいなのが
来たんだわ。でこっちにいたもんね。それで、移って。それが不思議で、それも不思議で不思議で。うん、まあでも科学的に分析するのはやめといて、霧にそれこそ映ってあれする太陽の光がね、霧に映るんだから見たんです、見るんでしょ、見たの。で、あの写真機あればなって思ったんだから、写真で、うん、写真撮るのって、カバのフィルムとしてましたね。そうだってね、体とはないのさ。あそこはあの夏はもう夕方は必ず雨降ったもんね。ああ、そうだね。海外から。まず、なんか、北、東に、あの、北東に、雨が降って、雨上がりに、霧状態になってる時に、2時間。ここではだいぶ気候違う。10月いっぱいまでだったから、私、2回のね。その頃見るんだもん。9月の。いや、本当にすごい虹ね、確かに見ました。はいはい。ね、私の世代、まあ、僕らの時代にはね、これはすごい、もう、本当に他では見れない。本当にね、美しがたい虹が。何かね、一句、あの、気に出したことがあるんだよね。多分、それの裏返し。なんか、あの、島へお帰りの架け橋だとか、なんとかってね。北方領土との。うん、北方領土との、あれだね。うん。一個ね、あの、出した、考えたことある。それこそ青年術でね、光のメッセージだったのはいつ頃でしたっけ？あれが早い時期だよね。あの、ウザナシが始まる前だから。だから、あれ、第2回目の公演だよね。そう、海洋台からメッセージを送ったんだけど、届かなくて。何あの光かなんかで、そうそうそう、ちょっとあれ NHK の「紅白」なんかで中継されたんで、紅白終わった後かな、なんかその時に中継されたんで、ラブ&ピースで、そう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 、光でモールスか何かで送ったんで、経験はないな。まあ海洋台を巡るいろんな話っていうのは壮大な話が、あの海洋台でその観光客を相手に、まあこうもう何年？9年海洋台でボランティアガイドをやってて、で10年目の節目に NPO 活動の方に立ち上げたんですよね。ですから去年立ち上げた。その間こうね、海洋台とこう関わり合ってくる中で、あのどうですか、一番こう、印象に残る楽しいこと、あるいはしんどいこと、まあ、あると思うんだけど、どっちでも。あのね、たまたまあの私たち自由帳っていうのを出してたのね、海洋台のね、あの、展望台の展望回路の方にね、自由帳を置かせてもらってる活動をやってる間。うん、その時に、昔中標津で酪農を体験した人がいたんですよ。してね、その内がわからないっていうことで、書いてあったんで、私調べて、調べて、教えてあげたの。そしたら、行って行けたんですよ、その方、その家に。訪問できて、ですごい感謝されて、それからずっとお手紙、年賀状とかずっと来て、いまだに来てるのね。うん。いました、そうでした。ああ、そうか、そうか。ね、ノートがあればね、うん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 。そういう、なんていうの？自由帳っていうやつね、本当、あれ見ると、いろいろなとこから来てるんだなと思って、感心してみて。で私もね、必ず行った時日記見たくしてね、全部つけてたの、毎日の行事とかあった、出会いとかね、あったこと全部つけてて、それ意識あるんですよ、今でも一冊だけね、誰かに貸してあげてね、取ってこないのがあって、それあります。それは貴重なもんだよね、本当本当。写真とか送ってくれたり、そういうのはね、あります、あります。そういうのもぜひ。なんか披露してないけど、自分たちの仲間だけでね、ね、いや、あの、読者の時にもあそこにあるノートをいろいろね、書いてる、
できないんで、でやっぱり何人かはやっぱり佐々木亮さんのファンだ。亮さんね。で偶然その人が来てそんな話を始めた時に、さっきまでハンバーグ定食食べてたよって言ったらおびっくりしちゃって、まあ京都の人だったかな、でその単行本持ってたから、それもし何だったらサインしてもらってあげるよって、であれば地平線とかね、あれ私もあれを読んで佐々木亮さんを知ったんですよね。まあ海洋財政思い出に残るのはね、こんな国王で招待されて行ったんですよね。あのもう今思えばそこら辺名古屋辺の人かな、青年がね、あの海洋財政結婚式を挙げた、それにね俺呼ばれてさ、国王記録の立場でね呼ばれて、そしてその祝辞を述べて、その祝辞の中にね、早くその第二世を作ってまた親子で海洋財に来てくださいっていうことを言ったんだよね。そしてその後聞いてみたらね、もうその時にはね第二世がおったというそういう話ね。なんだ手回しのいいことやったなと本当ね、そういう思い出とかね、それこそね取り掛かりのテントを張っておった仲間がね、新婦になってくれてさ、学生服をあっぺに羽織ってっていうかね、そして何か聖書みたいなものを流し別から借りて行っていて、そして聖書を読んで、実際ね牧師さんが来て、その金のところ牧師さんが来て、本物の、で受ける方は普通の格好で、お嫁さんだけがこうちょっとベール、そう普通の服にベールを、花嫁さんはその夏だったからね、タンポポをこう編んで、いいですね、ワックにして、それをかぶって、同じ人かどうかわからないよね、笹川さんに。その9年間の間に、にわかの神父さんだったんだ、それこそ学生服をアピに来たりして、木の、電話ボックスの内側にもいろんな落書きが残ってるんですけど、その多分ノートの中にもね、そういう。いろんな人生のお家がね、文化転換の時に来てあそこで物を持ってた人もいっぱいいると思うんだけど、串山さんのバイクで海洋大に来て、そう言ってましたよね、寄り付いちゃったっていうかっていうか、観光客みんなにねライスを配って、一握りずつお米を、でライスっていうのは実るっていうね意味がある、実るということで、階段を登ってくね、登ってくでしょみんなね、したら米をこう投げてくのね、実るようにって、お米がね実るわけないでくださいって、だからキャンプ場で披露宴やった結婚式の時、ライスシャワーの代わりだ、ライスシャワーっていうかね、